ケンフレッチャーはオーストラリアクイーンズランドシューブリスベン出身の男子テニス選手。1960年代に最盛期を迎えていたオーストラリアテニス界にあってダブルスの名手として活躍し、1963年に混合ダブルスの年間グランドスラムを達成した。シングルスでは1963年の全豪選手権準優勝者である。フルゲームは ケネス・ノーマン・フレッチャーという。フレッチャーは、マーガレット・スミスとペアを組んだ混合ダブルスで、すべての4大大会タイトルを獲得し、通算10勝を挙げた。1963年に、2人のペアは、混合ダブルスで唯一の年間グランドスラムを達成している。フレッチャーは、ウィンブルドン選手権では、1963年から1968年まで、 混合ダブルスの決勝に進出し、そのうち4度優勝した。1967年だけはパートナーがブラジルのマリアブエノであったか。それはマーガレット・スミスが新婚生活のため、その年は1年間競技を退いたことによる。マーガレット・スミスとの混合ダブルスで年間、グランドスラムを達成した1963年、フレッチャーは全豪選手権で、 初めての四大大会シングルス決勝に進出したが、同じオーストラリアのロイエマーソンに三から六、三から六、一から六で敗れて、準優勝に終わった。これが、フレッチャーの唯一のシングルス決勝戦である。男子ダブルスでは、1964年の全仏選手権と1966年のウィンブルドン選手権で二勝を挙げているが、全仏選手権ではロイエマーソンとのペアで、 ウィンブルドンでは、ジョン・ニューカムとのペアで優勝した。フレッチャーとエマーソンの組は、1964年と1967年の、ウィンブルドンで2度の準優勝に終わっている。2006年2月11日、フレッチャーは、がんのためオーストラリア・ブリスベンで65歳の、生涯を閉じた。彼の墓は、ブリスベン市内にある。ありがとうございます。